はい、こんにちは、ゾロです。今日はまたカメラの話をしたいんですけれども、ここ最近ですね、相変わらずフルサイズのですね、カメラが欲しいなというところで悶々としているわけなんですけれども、はい、まあ、やっぱり注目はニコンですね。はい、まあ、好きなカメラのメーカーですので、まあ、注目したいわけなんですが、まあ、ニコンの Z9 ね、まあ、これはもうすでに、出しますよという発表がされてまして、もう年末ぐらいに向けてね、発売が近づいてきてるんじゃないかというところだと思うんですが、まあ、正直 Z9 はね、まあ我々一般庶民が手に入れるような、まあ、カメラではないので、まあ、新品とかでね、高いですからね、なので、まあ、その先ですね、その後どうなるかっていうのを、まあ、ちょっと考えてみたわけですよ、そうすると、まあ、Z9 に関しては、新しいね、画像処理エンジンと、新しいエンジンが搭載されるわけなので、当然このフラッグシップの Z9 から、下位のモデルに、どんどん普及をしていくという形に、まあ、なるわけなので、まあ、Z9 がね、まあ、年末に、年末って言ったらいいのかな、まあ、年内通りにね、発売されたとするならば、じゃあその次ですね、どうなるのかと。言うと、まあ、おそらくですよ。まあ、おそらく私の想像では、現状の Z7II、Z6II の、次のモデル、まあ、3なんですかね。はい。が、この Z9 に搭載されている画像処理エンジンを搭載して出てくるんではなかろうかと、まあ、想像ができるわけですよね。まあ、APS-C のモデルに関しては、今年もすでに ZFC っていうモデルが、まあ、ちょっと、毛色が違うというかね、まあ、そういう特徴的なカメラではありますけれども、まあ、APS-C に関しては今年も出てますので、まあ、一部出てないと言ってもいいのかわからないですけれども、出てますので、まあ、APS-C は、まあ、とりあえずいいと。で、頂点のフラッグシップが今年も出ると。で、じゃあその次、どこに開発リソースを割くかというと、我々が手に入れやすい、価格帯の Z6 と Z7 の、最新モデルと。いうことですよね。まあ、手に入れやすいと言ってもですね、まあ、結構な額なんで、ね、現状の Z7II とかもやっぱ40万ぐらいしますから、で、私も非常に欲しくてですね、ずっと悩んでるんですけど、で、中古の市場とか見るとね、Z6、初代の Z6 ね、まあ、これなんかがもうやっぱり14万ぐらい、一時期10万円台の時にもあったじゃないですか。あの時手に入れた方は、まあ、もしかしたら勝ち組かもしれないですけど、まあ、今でもやっぱ14万とか5万ぐらいで初代の Z6 なんかは手に入るんで、まあ、ああいうのを見てるとですね、やっぱりいいなと、ついついこう買っちゃいたくなるんですよね。まあ、それをずっとこうね、悶々としたものを抑えながら過ごしてるみたいな感じですけど、まあ、いずれにしても Z7 と Z6 の、まあ、おそらく次が3だとするならば、この Z9 に搭載される画像処理エンジンが搭載されて出てきた時にですね、まあ、もちろんね、その写真画像っていう部分だけじゃなくて、その動画の性能に関してもですね、よりこう進化したものが搭載されるんじゃなかろうかというふうな、まあ、期待を、まあ、したいというところですね。どうなんですかね。どうなんだろうな。あとはあれですね、噂になってる、Z9 と7の間、Z8 ね。まあ、これがもし、開発しているとするならば、まあ、どういうモデルかってなるのも、まあ、気になるところではありますけど、まあ、現状ね、どういうスペックにするのかっていうのは、なかなか難しいところかもしれないんですけど、ね、まあ、少なくとも現状 Z6 と Z7 のね、ラインナップってもうすでに存在しているので、まあ、これの次のモデルっていうのは、まあ、間違いなく出てくるだろうと思われるので、期待をしたいなと、はい、思いますね。まあ、いずれにしてもこれは来年でしょうね。出てくるとしてもね。Z6II と Z7II が出たのが、去年の12月ぐらいでしたっけ。ですよね。去年の年末ぐらいだったと思うので、今年の年末で、まあ、1年になるので、なので、もうさらにもう1年ですよね。で、来年の年末とか、その辺に、まあ、3として、まあ、出てくるんじゃないかなっていうのは、まあ、この、
ね、サイクルを見てればなんとなく想像がつくので、はい、また悶々とした日が続くかもしれないですね。うん、もしかしたらお手頃な Z7 だったり Z6 の初代ね、なんかももしかしたら買ってるかもしれないですね。なんかだんだんお買い得に見えてきてしょうがないんですよね。4K60p が撮れるカメラっていうのが一番欲しいものであるんですけど、やっぱりね、どうしてもやっぱ高いんで、私が今狙ってるのはやっぱり α7S3 ソニーのね、か Z7II なんですよね。どっちも 4K60p 撮れるんで、どっちかがいいなってずっと眺めてるんですけど、なんかついついこの、お手頃感が増した中古の、Z7 とかね、ああいったものに、惹かれてしまってですね、ついポチりそうになるんですけど、そこはまだちょっと我慢しなきゃいけないですね。はい、ということで、今回はですね、これから出てくる Z9 ですね、これの次のモデルがどうなのかというところが気になりますねというお話でございました。はい、てな感じで今回の動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。